どうも、キスケです。今回はトルネコ使っていこうと思うんですけど、今回ね、こいつ使いたいんですよね。この闇縛り、ステルスで自分のターン終了時ステルス状態なら攻撃力プラス1ということで、自分から動かなければ永遠に攻撃力が上がっていくっていう、まあ、1コストのユニットなんですけど、ちょっとこいつ気になってたんですよね。多分まあものすごく怖い存在になるんじゃないかなということで、まあ、一番生き残りやすい、種を使える、商人で使っていこうということになりましたということですね。まあ、新カードは、まあ、たんまりと入ってますね。で、11にして、まあ、お化けパラソルとか、ベロベロ、グレートマム、この辺をしっかりと連携で発動させて、盤面を有利に戦って、デンダとか、まあ、力のソロ版とか、この辺でリーサルを取っていくと。まあ、こいつでリーサル取れれば、御の字ですけどね。うん。ということで、よろしければ、チャンネル登録と、高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければ、フォローも、お願いいたします。それでは、ランクマッチ、やっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。先行引いて、魔剣士ですね。魔剣士はね、闇縛りね、残んねえよな。残らんよな。さすがに。ハンフリー。ハンフリーのスリーブからハンフリー出てきたらほんまクソじわるな。表も裏もハンフリーっていう。あ、エイトっぽくない？エイトっぽいな。ブラレー。あ、やんだ。まあ、こっち先行やからブラッドレディ発動できひんけど、相手がランプしたら発動できるようになるんでね。エイトピザロ、そういえば僕当たったことないですね。あの全体波動で闇縛りが落とされる未来しか見えないな。嫌ですね。残ってほしいですね。次はどうするんだっけ。さあ、ベロベロ、商人どうなんでしょうかね。今の環境わりかし戦えるっていう風には聞いてるんですけど、まあ、使ってみた感じ一回出しましたよね、商人の動画ね。あの時はわりかし勝ててたんで、毒アムシピサロナイトでぶつかるんで、いい動きだ。よし、頑張るよ。できれば種と一緒にベロベロ使いたいなーって思うんやけど、厳しいかこれは。どうかな。でもこれ普通にベロベロありじゃね。23でしょ。まあ、ありっしょ。はい、エンド。あり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 。闇縛りはもう初手で来てくれないと厳しいですね。はい、色地のベロベロ、ポケモンでいう色ベロベロですね。色土わらしですね。あ、ぶつかる。ん、ぶつかる。んで、トゲコン。まあこれは種開いて様子見るっちゅう感じでいきますか。エイトピサロね、懐かしのエイトピサロ。まあ流行ってるかもしれへんけどね。流行ってるのかもしれへんけど、僕はあんまり会ったことがないので。いいハイパイ。あー、どうだこれ、微妙やな。微妙やな。そうですか。なるほど。キープ、キープか。
掘り出し物だよ。こうする煉獄魔山ぶっ刺さりやけど、まあこれでいいや。はい、おや無だ、すべてを無に。闇縛り来ないですね。全然来ないな。なんかのユニットと一緒にポーンって出してあげるっていうのがなかなか強そうなんでね。いでよ我が血族。大型ユニット来たらハンフリーでチューチューしちゃえばいいし。魔力解放、3コストどう動く。フォークブリザード、なるほど。ほならまあ盤面使って取りますか。盤面使って取ってグレートマムーでラス位置落としていくっていう感じでいきましょうかね。まずこっちか。はい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 、エンド。グレートマムー、さあレベルが上がりきっていく。ああ普通に殴るんや。もう使ったことないからさ、普通に殴るんや。なんか氷飛ばしたりするんじゃないんや。何するか力技ね。なるほど。デッドエンペラーバトルロード。どないしようかな。テンションアップ、プサラナイト。プサラナイトめちゃめちゃ出てくんな。めっちゃ出てくる。で、ランプもシーヒンから、ブラッドレディがずっと手札の中で腐ってるっていう。よくないよ。よくない。次はどうするんだっけ。ブラバニー。うわぁ、どうするこれ。どうしよっかな。なんだかなっていう感じっすね。こっちか。大掃除の時間だよ。はい、ぶん殴ってフェイスでいいや。はい、エンド。今のパンチは重いぞ。今のパンチは重い、重すぎる。処理44をハンフリーで奪ってもな、5コスト44は結構きついよな。正味、まあ相手が22になるんやけど、まあ22、お結婚していく。マジか、早いね。結婚早いですね。私のターンね。あーでもリーサルじゃね。あーらあらあらあら。リーサルでした。結婚なんて悠長なことしてるからだぞ。おい。対戦ありがとうございました。なぜだ。この私が。さあマッチングしました。ここを引いてお相手ククールですね。やっていきましょう。ハンフリーか、ちょっと闇縛り狙っていいですか。勝手にせよっていう感じだけど、ナイスナイス。行こうか。まあ今ククール強いって言われてんのが、あロトでした。アンルシアかなと思ったけどロトでした。うん、ククールはね、あのブラストアローでしたっけ、あれをケアしながら置いとけば割かし残ると思う。俺のターンだ。でなんならこいつになんちゃらアロー、何やったっけな。おテンペラーソード初めてや。終わりだ。かっけえ。へえ、よし頑張るよ。面白いですね。うん、ハンフリーめっちゃ戻ってくるやん。めっちゃ使われたがるやん。まあ使ってやるけどさ、ベロベロエンド。
なんかククール相手やったら決まりそうじゃね。うん、行こうか。3コスト。相手も結構特殊なデッキっぽいですよね。まあ、こっちも結構闇縛りを強くしたいっていうコンセプトのデッキやからさなかなかに謎なデッキやけど。クラウンヘッド、うん、はいはい、私のターンね。オッケーオッケー。トンネラー、ナイスナイストンネラー。いやでもこれ MP 回復しても特に意味ないか。あーでもまあ種つけれる可能性があるか。じゃあトンネラー出そう。はい、うんさあどうでしょう。幸せつけれますもんね、ここで MP 回復しとけば。あーちょっと怖くね。大丈夫だよな。何ケアすりゃいいんだ。まあミラクルソードプラスクラウンヘッドで取られたらちょっと嫌ですけど、あんま関係ねえよな。ミラクルソード戦うクラウンヘッドで取ってくれるなら、まあありがたいんで、こっちにしとこう。アイエンド。闇縛り。闇縛り、いいぞ。いいぞ、これ。マージリンリン。はい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 。戦うフェイスかな。うん、オッケー。これ召喚時だよな。あ、連携か。連携残念ながら発動せずって感じか。土嵐いいよ。いやここは普通にベロベロが強いと思う。でこう三にしとくか。エンド。うん、盤面的には悪くないですね。まあこのベロベロブラストアローでしたっけ、あれぶっ刺さるんやけど、まあそれでもヘルス3あるんで2点では死なない。5コスト。どうする。アイアンナイトめちゃめちゃ仁王立ち出てくんな。これハンフリーでもいいけどな。チューチューして吸い散らかしてもいいけどね。ハンフリー、36ハンフリー、どうだ？悪くないか。36ハンフリー、22になって、上から叩いて、で、これ何ぼりなんの？あ、3点で取れる。あー、そうするか。そうすっか。封印してもいいけどね。封印してもいいな。何でも強いな、多分。まあ、一旦封印するか。一旦封印しよう。一旦封印。ちょっと動かないでいただいて。連携あと何回？あと1回か。それやったら悩むな。ちょっと待てよ。そうやったらちょっと悩むわ。グレートマンムーも入ってるんで、わりかしあと1個は持っておきたい感じがある。闇縛りが順調だね。闇縛り、さあ6コスト。どうだ。王女救出でブラバニクイーン取るなら、あと4コストの動きになっちゃうんでね。お、ウドラ後列？なんで？よし、なんで？え、どういうこと？貫通持ってんで。なんだ？
まあ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 いいか、はい、グレートマンも来ました。はい、取ります。はい、フェイスでいいんじゃない。ハイエンド闇縛り闇縛りいいね、いいよ、いい圧力、すごくいいです。闇縛りさんすごくいい。ケトス、ケトス勝ちだね勝ちだね。はい、ケトス、次はどうするんだっけ。じゃあ闇縛りでリーサル取っちゃいますか。さあ動いていいよ闇縛り、ドン対戦ありがとうございました。取れへんかったらマジで怖いな。オッケーオッケー。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は闇縛り入りの商人使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ楽しかったですね、すごい楽しかった。まあ1戦目は使えなかったんですけど、結局そのなんていうの、ピサロ相手だとあの煉獄魔山で前列に置いてても後列に置いてても死んじゃうので、まあ命つければ生き残るんですけど、まあなかなか厳しかったかなとは思いますね。ただまあククール相手だとわりかしニードルラッシュぐらいしか取る手段がないのかな。うん、そこはやっぱ厳しいところですよね。うん、だからククール相手、例えばアンルシアククールとかそういう相手には闇縛りわりかし刺さるかもしれないですね。すごい楽しいデッキでした。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを、バイバイ。 You hurt me a deep several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh.